遊郭として遊郭として使われていたんですけれど、昭和16年に目黒のね、雅叙園に売られそうになりまして、それを心配した市民が寄付を募ってこちらへ買い戻して、昭和24年にここへ戻ってきた矢村でございます。遊郭はいいけど雅叙園に変わるの嫌だった。売られてしまうのをね、遊郭はまだその麓にあったんですけれど、東京に売られそうになって、それはあんな感覚で、ね、ライトアップすると本当にこの綺麗さが違いますので。こちらに大きな石がございますけれど、これは真田石でございます。縦が 2.5 メートル、横が 3.5 メートルございます。信行が松白い法になった時に、父親の形見だったらこれを持って行きたいって言ったんですけれど、動かなかったというそういう言い伝えのある石でございます。で、今ここ石垣を見ていただくと、幅に差がありますね。4メートルぐらい違ってるんですけれど、これは横屋と言いまして、敵がここから攻めてきたときに、こちらの座間がある、矢座間とか鉄砲座間があるんですけれど、横からこう打つというそういう構造になっております。大阪城には畳36枚の箱石がございますね。名古屋城にも清正石という大きな石がございますけれど、上田のは小さいですけれども、上田城の要石になっている石でございます。それでは